ということで、なんかね、クフフなんですけど、声がね、なんかあれなんですよ。まあね、冬になってきましたから。ここにはお気をつけくださいってことですね、これ。どこなんですかね。で、まあ、GoTo Eat 企画なんですけど、ホットペッパーグルメ。ホットペッパーはもう、私、相棒みたいになってますかね、これ。可能量分ね、今7000ポイントなんですけど。昨日、巣鴨にね、FF の親父が、違う親父とですね、なんか、GoTo Eat ミーティングみたいな、巣鴨に死に行った時に2000ポイント使ったんですよ。なんかすんげえ、親父同士で盛り上がってましたね。なんか、6000円が4000になったみたいなんで。あ、それもね、クッフッフが貯めたこの、Go to eat ポイントのたまものですから。またまあ、昨日の Go to eat ミーティングの2000ポイントもまた戻ってくるので。もうループの状態に入ってますから。で、今日は五反田に FF が用事があるというので、五反田をね、やってみようかと思うんですよ。五反田ね、ランチ峠しかやってくれてないんで、自分で探すしかないんで。これは美味しそう。中華料理はありというのもありです。ジョニーのやれ裏酒場なんかね、ハンバーグがすごそうな店があったんですよ。またちょっとね、ちょっとある理由でそっち行くの危険だという噂も流れてはいるんですけど、ちょっとやりたい気持ちはなくない。なんだ、詳しい人、ちょっとまたな、ボタンだ、ランチ。回る道は。ちぇ。わかりづらい。わかりづらいっていうのは、ボタンだがわかんない。コーニバル。シュラスコレストラン。アレグリア。8おいしそうだな。すげえ肉の量が少ない。暗いです。フレッシュラスバーガー東。やっぱりね、ちょっと五反田行ってみようかと思うけど、高田馬場詳しすぎちゃうんで、沖に行きがちという羊もいるんだよな。沖に行きがちという。
どうしようかね、これ。ジンギスカン。ダサクサ。どうついてするか。どういうのはナマスだからな、我々。ガーデン悟空か。チャイニーズガーデン悟空してます、ね。難しいだわ、わかんないな。和牛寿司とか。清水ワールド、清水ワールドしてあ、夜しかない。夜しかない。ちょっと腹ずるだら。腹ずるだってストップがタイプしていい。ナズルで解消してきたんでね。なんかクフクフがね、ちょっと響くという安楽亭の。カラオケが多いな。他？新鮮ごつ。焼き肉が多いな。いや、お好み焼き。焼き串とかのけどね。ないな。
戦いたから満月わかんないね。メイヘラ、すごいな。取られたとしてもそれだけぐらいでしょ。これやり取りのポイントなんですけど、500ポイント使うということでちゃんと使ったか使ってないかというのがね分かるんで、まあ、お昼は500、夜は1000ポイントちゃんと使うことによって、あっちがちゃんとねペッパッパーグループやってるかどうかということも確認できる。はい、使ってます、本当使ってますと。ついとか満月ごとなって寿司と刺身に行くという確定をしました。お店からのメッセージとかね溜まってるんですよ。昨日はね巣鴨の酒場笑うカードの服着たる巣鴨本店、ありがとうございました。昨日お金間違えた、バリちゃんはいいよな、バリちゃん来てウルムチからということでね、今日は五反田のランチ GoTo Eat に遠征に行ってくるからね、これ。ではありがとう。